はい、こんにちは、原田農園です。今日はこちらニプロの S28 0S のサブソイラーですね。振動タイプです。こちらを装着する紹介をしてみたいと思います。まあ、後ろはこんな感じですね。大きさはこの程度です。これがまあ土の中を動きながら穴を開けて排水性が良くなるっていうタイプです。高さが調整できるようになってます。まあ、これは自分の好みの高さで調整して、深さを決めていくっていうタイプです。はい、ニプロ振動サブソイラ S28 ですね。はい、このタイプがゼロ S タイプなんで、ちょっと今うちのは W3P っていうヒッチなんで、トップリンクのこのここは細いタイプに変えて、で下の2点止まるところも細いタイプに今外して調整してます。でちなみに W3P の説明なんですけど、日のこの標準ヒッチと久保田の B ヒッチがどちらでも引っかかるっていうタイプになります。なのでヒッチのこの上のタイプと下のタイプで引っかけるところが変わって、上で引っ掛けると、0S ヒッチで、こちらの下に引っ掛けると B ヒッチですね。だから久保田の純正のロータリーとかつけるときはこの下側に引っ掛けて取り付けします。あとはですね、この自動進行装置も取り外せるようになってまして、こちらの爪を持ち上げるとこれが前にスライドして抜けます、外れます。でこれを B ヒッチの場合は下側にセットしてですね、でスライドしてはめると。いう感じになりますね。はい、まあ、今はちょっと 0S なんで上側につけときます。はい、これで深さ調整ができますね。で、あとはですね、このロータリーですね、これ自体が、下に降りると B ヒッチですね。はい、でこれをまた上に上げてやると、これで日の子の標準ヒッチ 0S ヒッチになります。今これロックしてやって引っ掛けてやるっていうタイプですね。W3P のヒッチは説明はこれぐらいで終わりにします。これで、ちょっとロックを解除して、はい、W3P の場合ですね、こちらのPTO の軸にこういうアタッチメントが必要になりますんで、忘れずに。 0S の場合ですね、 B ヒッチは必要ないです。 0S の場合は
必ずこちらが必要になりますので、つけるのを忘れないようにしましょう。はい、それではちょっとエンジンをかけて取り付けてみたいと思います。はい、まず、トップリンクの上側ですよね、1×1 を合わせます。はい、これでトップリンクの1×1があったと思います。で、クボタとかニューホーランドの D2 の45はこちらに上げ下げの BDO のシリンダー上げ下げの、スイッチがついてますんで、こちら上げを押すとこういう感じで BDO が後ろのヒッチ自体が上に上がっていきます。で、下げるを押すと下がります。なんで室内にわざわざ乗り込んで上げたり下げたりする作業がなくなります。で、反対側には、モンローシリンダーの上げ下げの、スイッチがありますんで、モンローのスイッチを上げを押すとこちら右側が上がって、下げを押すと下がるようになってます。まあ、通常は水平保たれてますんで、そのまま上げても大丈夫です。じゃあこちら、シリンダー上げてつけていきたいと思います。グッと上げて、ちょっと中に入ってないですね。はい、で最終的に、はい、こういう感じで、ここは必ずロックされていることを確認してください。左右ですね。で、このロックレバーが必ずロックの方にあるということを確認してくださいね。で、こういう感じです。で、実際にちょっと PTO を動かしてみましょう。どういうふうな動きをするのか。振動タイプなので、このように全体的に振動して動くようなタイプになります。まあ、これによって小さいトラクターでもサブソイラーが引くことができます。はい、それでは キャスターを外して見ます。はい、すごく簡単にキャスターは外れます。そうすると全体的な画像はこういう感じになりますね。で、こちらが地面の下について、まあ、この高さからこの下の爪の部分までが、土の中に入っていくという感じになります。で、こちらの前の円盤が、補助に草とかが生えていくと、それを草を切っていったりとか
っていう補助的な役割をします。で、走行中ですが、この弾丸がプラプラして邪魔になると思いますので、こういう感じで釣っておくといいですね。まあちゃんと釣るフックも両側についてますんで、引っ掛けておくという感じです。じゃあまたちょっと取り外してみましょう。はい、まあちょっと次回ですね、これ使用している風景動画に撮ってみたいと思います。今日は、脱着そして機能の説明の動画でした。はい、今日はこちらニプロの振動サブソイラーの紹介でした。まあ、何かわからないことがあったらコメント欄にコメントよろしくお願いします。あとこの動画面白いと思われる方はいいね評価よろしくお願いします。あとチャンネル登録がお済みでない方はこちらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。それでは。